ご一緒してもよろしいですか。はい、私でよければどうぞ。こちらのビアフェスタは初めてですか。そうなんです。私もともと群馬県の出身なので、この辺りのことはよくわからないんです。そうなんですね。こちらのホテル日光新潟のビアフェスタは夜景も綺麗だし、明るければ佐渡も見えるんですよ。あ、本当だ。佐渡が見えると富士山や東京タワーが見えた時みたいにテンション上がりますよね。そうですよね。それはもうあなたが立派な新潟県民になったということですね。というわけで今日はホテル日光新潟のビアフェスタにやってきました。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。こちらのホテル日光新潟絶景ビアフェスタは31階の展望室で行われております。いや、すごいいい景色ですもんね。はい、ありがとうございます。こちらは地上125メートルの絶景を見ながらビールやおいしいお食事をお楽しみいただけます。ビールはクラフトビールを4種類ご用意したタップマルシェというもので、お好きなものからお選びいただけます。はい、あとはちょっと変わったものでインスタ映えがする4色の大人のクリームソーダなどをご用意しております。こちらがタップマルシェですね。4種類のビールをクラフトビールをご用意しております。おすすめは夜な夜なエール と、 あと瀬戸内焙煎というちょっとバナナのような香りがするビールですね。これ4種類ここで飲み比べができるのも楽しそうですよね。そうですね、はい、お好きなものを好みを見つけていただければと思います。これぜひいただきたいんですけど、飲んでいいですか。はい、はい、もちろんです。はい、こちらでお好きなものをご自身で注いでいただくんですけども、はい、その前に皆様にご協力していただいているのが手袋の着用をお願いしております。はい、はい、手袋はこちらに S サイズから L サイズまで3種類揃えておりますので、ご自身の手に合ったものをお取りいただければと思います。はい、はい、普通のサイズだと M サイズですね。そうですね、はい、両手つけますか。あ、両手でも片手でも気になる方は両手で。わかりました。はい、じゃあ両手にしておきましょうか。はい、はい、こちらでグラスをお取りいただいて、はい、ご自身でついでいただくと形となります。はい、一番のおすすめが、はい、瀬戸内焙煎ですかね。ロゴマークも可愛いです。はい、じゃあいいですね。入れていってで、そうですね、ちょっとずつグラスを起こしてで今度奥に倒していただくと泡が出ます。なるほどなるほど、はい、奥に押すと泡が出てくる。はい、そうですね。うわー、はい、あ、お上手ですね。どうですか。すごい綺麗に泡が。わ、やったー。すごい美味しそうです。これまた自分で入れられるのもすごく楽しいですね。はい、そうですね。綺麗に入りました。はい、美味しそう。あ、本当だ、すごいフルーティーな香りがしますね。はい、そうですね。爽やか。そうですね、飲みやすいですね。はい、はい、そうなんです。女性の方にも美味しく飲んでいただけると思います。確かにこう後味というか香りがすごい、はいはい、ほんのりバナナの香りがするというか、はい、南国の風味が感じられますね。はい、そうですね。わー、これは確かにちょっとビール苦手かもって人でも飲みやすいですよね。はい、はい、なんかクラフトビールってすごい癖の強いイメージだったんですけど。確かにそうですね。これは全然そんなことない。ありがとうございます。でこちらはアルコールが苦手な方や、まあ、女性向けにご自身でお好きな味でご利用いただける梅酒やカクテルなどのコーナーとなっております。こちらにはワインコーナーがございます。はい、ワインも赤と白をご用意しておりますのでご自身でついでいただきます。はい、一つの樽からどっちも出てくるんです。そうなんですよ。はい、すごい画期的ですよね。そうですね、画期的ですね。はい、はい、でこちらが大人のクリームソーダです。これが言っていた。はい、そうなんです。こんなに種類あるんですね。そうなんです、4色のクリームソーダをご用意しておりまして、ノンアルコール、アルコールにどちらも対応しております。全部どっちも対応してるんですか。どちらも対応しております。すごい、はい、でこのシロップによって味も全く違うので。見た目だけじゃないんですか。そうなんです、はい、こちらでスタッフがお作
送りします。クリームソーダって大人でもワクワクしますよね、はい、そうですよね、はい、わー綺麗、青も涼しげで、はい、いいですね。そうですね、ちょうどこの絶景に合ってるかなと思います。ぴったりですね、はい。いただきます。はい、うーん、甘いけど爽やかで飲みやすいですね、はい、ありがとうございます。美味しい、デザート感覚で飲めちゃう。そうですね、うんうん、でもアルコールが入っているので割と飲みすぎてしまいそうになるかなと。確かに確かに、気をつけないとですね。そうですね、うん、アイスと一緒に食べるのも美味しい、はい。お酒ともなると確かに風味も強くなる感じしますね、はい、そうですね、はい、バニラアイスなんですけれどもちょっとアルコールが入っていることで大人な感じのバニラアイスになるかなと思います、はい、香りもなんか増したような感じが、はいはい、わー美味しい。 いや本当にたくさん種類がありますよね。はい、どなたでも楽しんでいただけるように、はい、種類はたくさんご用意しております。でこちらが、ごめんなさい、天ぷらのコーナーです。はい、目の前で揚げてくれるんですか。そうです、揚げたてを召し上がりいただけます。すごい、はい、今日はこれは今エビですね。やっぱり目の前で揚げたて食べられるの嬉しいですね。そうですよね、はい、いやこう揚げてるのを見られるのもなんだかテンション上がります。はい、お召し上がりいただくのに3種類の塩をご用意しております。はい、左からパセリ塩、カレー塩、焼き塩ですね。へー、はい、こちらでお塩を取っていただいて。おすすめありますか。おすすめはやっぱり珍しいのでパセリ塩ですかね。そう、あんまり見ないですよね。はい、まあ、パセリ苦手な方とかもいらっしゃると思うんですけど、まあ、塩と混ぜることで結構香りがいいのかなと思います。あとはお子様とかはカレー塩なんかいいですよね。あ、そうですよね。はい、あやむさん、ではこちらが当ビアフェスタ自慢のローストビーフと揚げたての天ぷらとハイボールです。いただきます、はい、ありがとうございます。じゃあさっき目の前で揚げていただいた、はい、天ぷらから、はい、いただきます。エビとパセリ塩初めて私食べるんですけど、はい、いただきます。うん、うん、おいしい。いや、よかったです。やっぱり揚げたてなのでサクサクですし、はい、そうですよね、もうエビもプリプリですね。ありがとうございます。パセリ塩が合うのかなと思ったんですけど、はいはい、意外とこういいアクセントになって。ローストビーフも自慢のっておっしゃってましたよね、はいはい、シェフがその場でカットします。あ、そうなんですか。はい、そうなんです。すごい、タレもたっぷりかけていただいて、はい、どうですか。いや最高ですね。ありがとうございます。低温調理でサーロインの部位を使ってるんですね、はい、なのですごく柔らかくお召し上がりいただけるんです。この和風のタレも本当に合いますよね、はい、そうですね、さっぱりお召し上がりいただけるので、うん、本当に何枚でも食べられちゃう。最高の景色と最高のお料理と、はい、そして最高のお酒、はい、もう完璧ですね、はい。これは何ですか。はい、こちらはビアフェスタの料金に追加料金にはなってしまうんですけれども、1本2500円でご提供しているモエシャンのミニボトルです。はい、ここでモエシャンも飲めるんですか。そうなんです。うわー豪華、はいはい、でこちらに直接飲んでいただける、口を刺してこのまま飲んでいただきます。瓶のまま。そうです。そんな贅沢なことしていいんですか。はい、そうなんですよ。うわー、はい、なんだろう、ちょっと夢ですよね。そうですよね。瓶のまま飲める。瓶のまま飲めるんです。このビアフェスタはいつまでやってるんですか。はい、はい、9月の20日まで、日にち限定にはなってしまうんですけれども、開催をしております。はい、で通常料金が7000円なんですが、通常料金の日よりもお得な料金デーというのを設定してまして、そちらの方がかなり数がありますので、もうお得に楽しめる日ばっかりだと思っていただければ。はい、そのお得に楽しめる日はどうやったら分かるんですか。はい、ホテル日光新潟のホームページにカレンダーを掲載しておりますので、そちらからご確認いただけます。
こちらのビアフェスタは新潟市内で一番高い位置でお料理とお酒をお楽しみいただけるビアフェスタなので、はい、そちらも含めて楽しんでいただきたいです。